ドンズバ宇宙の真理、マンマミーアの法則を極めるポポを伝授。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だす、 Oh my god。 よっぴーたかぴー、よぴかーたかぴろ、チャララン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 、チャラ悟りマスター、こんな俺やけども、悟りを広げて、宇宙の真理を得た男でございますよーっつってね、宇宙の真理何かっつったら、それは今と一つになって生きるっていう、ただそれだけのシンプルなこと、そしてより今と一つに深まっていくと、やだ、あん、いっちゃう、魂エクスタシーするよっちゅうことで、チャラの真理ど真ん中のお前ごとチャンネル、今日も、いっちゃう、ヒューイゴーということで始まりまぴたね。今日はヨッピーが愛するお前にフラットな目線で絶対的な宇宙の法則、宇宙の真理、マンマミーアの法則を極めるポーポーを伝授しちゃうよ、あん、言っちゃうかいつって、最後までよ、チェキラッチョーめーということでね、よろぴくお願いします。あのね、今日はですね、もう本当にお前さんをもう愛するお前さんだからこそ、そのまんまそのまんまのそのまんまフラット目線で、マンマミアの法則を極めるやり方っていうことをお伝えしていこうと思いますね。あのヨッピーはまあご覧の通りね、自他共に認めるマンマミーアの達人でございますけどもね、あのもちろんこのマンマミーアに気づくまでには45年間の人生の中でいろんなことを体験してまいりました。でまあ端折ります、今日はね、この8年間に集約してお伝えをしていきますと、まあ人生フルボッコにあって、そしてスピリチュアルの探求が始まって何のために生まれてきたのか、その理由が知れたらみたいなね、使命が知りたいとか生きる目的は何なのかみたいなね、そんな感覚であれよあれよと気づいたら悟りの修行をおっぴろげておりましたね。でもこれがまたまた自分で自画自賛しちゃうのもなんだけども、ナイス判断だったよーつってね、今となっては修行してよかったよーっていうことなの。あのね、よく YouTube のこのチャンネルのコメント欄とか個人セッション受けられてる方からも、マンマミルをもっと深めたいとかね、マンマミルがわからないとか、なんなら不感症になっちゃってるみたいなね、今を感じるってどういうことなのかっていうことがわかりませんっていう質問がよくよく来るんでございますけども、バッサリ愛の剣でぶった切って差し上げようと思いますけれども、それは一言にシュッ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 マンマミル不足つってね、それだけやねんつってね、それだけやねんつってね、で、ヨッピーがね、今、いろんなね、この紆余曲折あって、この8年間で、悟りの修行とかもして、それでも迷いに迷って、で、だんだん分かってきて、前半4年は、探求の4年、そして後半の4年は、探求に迷う人たちを救う活動の4年で、合計8年間、ぶっこんでぶっこんでやって、よりマンマミーアを深めながら、今着地してるね、マンマミル深める、ためにやってることっていうのをシェアしてまいりますね。まず朝起きたら30分間まんまをまんま見る瞑想をしておりますね。これは本当にただまんま見るだけ、現れ起きてくる思考、感情、体の感覚をそのまんましか起きてないから、そのまんまただ見てるだけって、思考にうわ囚われちゃってるよってことで、まあ起きたんだったらそれを見て、で囚われてる時からだんだんこう、ああ囚われてたなってことに気づいたのであれば、そしたらまた体の感覚に戻すよつってね、これできない人誰一人といないんだよみたいなことを ヨッピーはリボットのメンバーにもねシェアしてるんですけども、これはヨッピーがいくらそうやって言葉で言ったって分かりっこないんです。なぜならヨッピーは瞑想ね、2014年からやりだしました。だからまあ、もう7年ぐらいやってるわけですよね、瞑想に関しても。で、やらなくなった時期もあるし、また、激しくね、ぶっこんでやった時期もあるし、修行に行っちゃった時期もあるし、緩やかに取り組んでた時期もあるし、っていうのを経て、今毎朝30分間やっております。ね。こうやっても、紆余曲折ある中で、ヨッピーは、瞑想が何なのか、何たるものなのかっていうのを体感してったの。で、その中で、一番これがやりやすい方法だよ、
よっていうのをシェアしてるんだけども、それを聞いただけでね、毎日やらなくては絶対にマンマミルは深まらないね。少なくとも1年間は続けてみて物申してほしいなっていうのがヨッピーのフラット目線ね。1年間やっても何も変わりませんって言ったら俺土下座してもいいよ本当にね。まずは30分間のマンマ瞑想で自分一人でできないって言うんだったらリゴットに入りなっていう話ね。イエーイって感じ、解決中っつってね、以上でございますね。でプラスこれだけじゃ収まりません。このマンマ瞑想をしながら実はリゴットヒーリングっていう自分自身のエネルギーをまんま観察して癒すヒーリングで体のエネルギーの循環を、まあ促しております。でプラスヨッピーは耳のことをよく言ってるでしょ、右耳で音聞いた方がいいよとかって。もちろんちゃんとこれは体験からシェアをしておりまして、聴力トレーニングと発声のトレーニングを受けております。でそのメンテナンスも月に2回なんて月に2回センターに通っていて、プラス毎朝瞑想30分間ヒーリングもしながら骨動ハミングっていう自分の最小限の響きの音を奏でるね、そういうハミングをしながらその音を自分の右耳で聞くっていうトレーニングも積んでおりまっぷね。プラスその後に15分間の朝ヨガをやっております。これで胸を開く、股関節をバッチリ開くっていうヨガで体をほぐして循環をやっぱり促す。ポイントは循環だからね。でこれが終わった後はね、またあの聴力のトレーニングの機材で30分間耳を整えつつお掃除をしまして、まあ、全部循環だよね、お掃除も循環だからっつってね、でその後に近くの公園に、行って裸足で30分間アーシングしながらウォーキングして、ちょっと軽くジョギングして、で、ちょっとこう鉄棒にこうぶら下がりの腹筋をちょっと足を上げてやるみたいなね、そんなことをしておりまぷ。そして帰ってきてから、まあ、15分以上ちょっとね湯船に浸かって、エプソムソルト入れた。そしてまたそのシャワーはめっちゃマイナスイオンを発生させる超いいシャワー使って、お風呂に入って、またこれ循環を促しております。アーシングはローラがね、今カリフォルニアだっけで流行ってるよ、イエーイってね、全部 OK わかんないけどーって言ってくれたから、すげー認知広がってるでしょ。これもヨッピーは実はもう今年で5年目日課でやってます。冬以外はやってます。プラス、アーシングのね、シーツ、マットっていうのを、普段から日常で使えるようにしておいて、寝てる時もアーシングシーツで大地と繋がって、お仕事してる時も足元にアーシングのマット引いて、大地と繋がるよっていうのをやってまぷっつって。ね。で、もちろん夜も、30分以上は湯船にちゃんと使って、ね。で、あとはね、シコスクワットっていうのを最近やってるんですよ。ね。シコスクワット。ああ、これはもうこうやってやってさ、シコを踏むようなポーズでさ、腰をそのまままっすぐ下ろしていって5秒間かけて、で、2秒間耐えて、また5秒間で戻ってくるみたいなね。こんなこともまあもちろんやっておりますし、プラスして寝る前も軽いストレッチをしてから寝るでござるでござるっつって。で、なんとこれだけでは終わりません。今、実はなんと、プロのスーパー施術家さんたち4人に定期的にメンテナンスケアしていただいております。どんだけやるんだよピーつってね。でなんでこんなにやるのかっつったら、まんまをまんま見るが深まるのに役立つから。だって循環のサポートなんだもん、まんま見るっていうのはね、滞ってるエネルギーが循環していくっていうことだから、体にアプローチするのは当たり前っつって。で、まんまでよかったやないかって気づきが深まった人は、もうまんまでよかったやないか、エクスタシー止まんなくなっちゃうから、ヨッピーみたいに、これも入れようか、これも取り入れようかってね、無理してじゃないよ。だってもう気持ちいいからやってるんだもん。ね。ここまで来ちゃったら、もうまんま見る勝ちだよ、まんま見る勝ち。お前もまんま見やん、その達人になっちゃってるよって。今、リホットにどんどん増えてってるよって。で、ヨッピーはね、それをちょっと先陣させてもらう役割だから、どんどん取り入れてってる。すっげえ健康になってきてるよ。ね。花粉症も治っちゃったし、慢性の疾患もどんどん良くなってってるよ。やばいよ、バイヤーっつってね。心と体はピトッと繋がってて、健康だよっつってね。心が健康っていうのは幸せなことね。体の健康とピトッとだからね、もう心も体もイエーイイエーイ、ハッピーとエンターイエーイってなりたいんだったら、よっぴーほどやれとは言わないけど、まずは毎日まんま見る瞑想を取り組んでみたらっていう感じ。ね。で、これ、好循環だから、どんどんやっていくうちに、だんだんよりやりたくなってくるからさ、これ、これ、
これ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 だーということで、今日はフラット目線でぶち込ませていただきました。これぐらいやったのにまんま見るか分かんない、これぐらいやったのにまんま見るか分かんない、これぐらいやったのにまんま見るか分かんないっていう人たち、もう一回言うよ一言で。やかましいわっつってね。本当にそんなにやったのって話。ね。修行に行ってごらんじゃん、もう。瞑想の。もしくは断食に行ってごらん。ね。糖質制限してごらん。まずね、振り切るほど、やる切るほどやってごらんっていうね。スピリチュアルの自己探求も振り切るほど本当に振り切ってやったのって、自分の生計で自分の生活の中でちゃんとやったかって、人のお金じゃなくて、お前のお金でやったかってこと。ね。熱くなってきちゃった、熱くなってきちゃったね。もう止まんなくなっちゃいそうね。そんな感じで、フルボッコにあって、ね。で、その後に、ね、ヨッピーは、そういった人たちを救おうっていう活動もぶっこんでフルでやったわけ。その結果、ふーって命の力が調和して、そのままでよかったやないかって、より深まってるっていうわけ。だから、マジで幸せになりたいって腹に決めてるやつは、どん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 今、幸せ度変態、エクスタシーしちゃい、もうしちゃいまくりたいっていう人は、ヨッピーについてこい、フォローミーちゅうことでご紹介しましょうか。オーマイゴッツチャンネル登録なので、いろんなよろしくお願いしまーす。ガチな人は、ヨッピーの個人セッション、あるいは、リゴットに、カモンチャー、かわいこ、どうぞ。はい、ダンボールの中のチョビーテスでございますね。最近ハマってるみたいでね、これね、今また美味しそう、ホットワインのね、目が光ってるんですよ。あー楽しそう。チョックンがね、この段ボールの中に入ってるの、ここの子たちが見て今すごくブームになってます。まあ、次回はね、姫ちゃんがこの段ボールに入ってる姿を皆さんにシェアしようかと思ってますけども、夢中ですね。ペロペロしだしましたね。ジョックンは本当に、見てください皆さん、この無邪気な顔、楽しい。ワードアップ、かわいいんですよね、チョックンって。本当に実物あってほしいです、本当。こいつはかわいい、本当。以上でございますね。